ティアラブ学園卒業して今日からティアラブ大学か。ここでも友達たくさんできたらいいな。あの当たってますポスターが当たってますよ。すいませんあのティアラブ大学の学生さんですか。はい、そうなんですよ。高田純子って言います。よろしくお願いします。すいません、マリボ君です。マリボ君です。どうもあのちゃんと見えてますか。見えてますよ。このメガネ見えてますよ。これ見えてますよ。何ですかこれ。相棒です。私の相棒です。相棒ですか。はい。あ、じゃあ、ソリマチ探し的な感じですか。これは そういう感じですね。つまりはちょっと あんま触らないでもらった方がいいかもしれないですね。そうですね。あ、そうですか。はい。え、なんかちょっと個性的な、まあ、人のこと言えないんですけど。似合ってますよ。うん、個性的な格好だけど、何ですか。何ですかそれ。実は私、この大学のアニメサークルの部長をやっているんですよ。うん、アニメサークルやっている高田純子さん。はい、はい、そうなんです。確かにアニメサークルっぽい。じゃあこれもなんかアニメの。そうなんです。 あんまちょっと触らない方がいいですね。大事なんで。触られたくない。触られたくない。宝なんで。触られたくない。あ、そうですね。ちょっとあの指紋ついちゃって。そうですね。ちゃんと見えてんのかなと思って。見えてます、ね、あ、大丈夫。ガンビしろ。ガンビしてます。え、高田さん、アニメサークルの部長。はい。何人ぐらいいるんですか、サークル。あ、今のところ私だけなんですけど。え、今のところ作ったばっかりみたいな。あ、そうなんですよね。あので今ちょっと勧誘をちょっとしてまして。勧誘ちょっとあのこれアニメ見そうだか感じ見えたのかな僕は。いや、二次元にいそうなキャラクターだなと思って本当にほろか二次元にいそうなアイドルキャラかなと思って。あ、確かに確かにね。こんな格好しないもんね。どうですか。どうですか。何がどうですか。うちのサークル入ってみませんか。あ、僕アニメとかよくわかんないしな。あ、わかんなくても大丈夫です。私が一から教えてあげます。頭数をとりあえず揃えたい。はい、そうなんですよ。このままだとちょっとなくなってしまうんです、サークルが。アニメの魅力教えてください。あ、もうあの人生そのものです。私の中では。あ、高田純子ってもう名前が付けられるぐらい。もうそうです。アニメがなかったらもう多分生きてはいない。生きていない。生きていないです。そんな素晴らしいもの。素晴らしいです。一番好きなアニメなんですか。あ、もうそんなの決められないですよ。いっぱいいっぱいあります。じゃあ今一番熱いアニメなんですか。今一番熱いアニメ、今期だと、いや本当いっぱいあるんですけど、あの牛音虎とか。あ、知ってる。知ってます。牛音虎知ってる。入れます。サークル入れます。うちのサークル入れます。あれ資格ある。素質ある。あります。あ、知ってる。名前となんかちょっと絵はすごい昔のアニメなんですけど。それ今やってるんですか。今リメイクしてまた始まってるんですよ。ね、素晴らしいですか。最高です。目がね怖い。目が怖いんです。部長さん入ってほしいんですよ、うちのサークルに。なんかまっすぐすぎる。まっすぐすぎる。ありがとうございます。でもじゃあちょっと入ってみようかな。じゃあそこまで言うなら入ってみようかな。ただ、うん、ちょっと条件が。え、自分から誘って一人しかいないくせに条件つける。そうなんですよ。すいません、うん、そこはちょっと飲んでもらって。だんだんその条件ってあれですね。あ、ちょっと触らないで。うん、はい。あのここホールさんの前なんですけど、ティアラブ学園、はい、大学
大学の前なんですけど大学の前なんですけど大学の前じゃないですか、うん、今から打ってもらって、うん、プラスになったら、うん、うちのサークルに入る権利を与える与えます偉そうだな、なんか部長ですから、私部長ですから、うん、あそう、じゃあプラスにならないと入れない、そうですね、残念ながら、じゃあでも後ろと虎知ってるんで大丈夫です、あもうプラスになればもうすんなりすって入れます、大丈夫、アニメやれる、じゃあ僕頑張ります、本当ですか、いやいやな感じにします、いや全然全然いやいやじゃない、大丈夫ですか、僕あれ見てたんで、コードギアス見てたんで、おワンツー、じゃあ行けますじゃあ早速その資格をゲットしに行こうかな、はい、行きましょう、パチスロ、うち行きましょう、パチンコ、はい、パチスロ行きましょう、はい、さあさあ、おはようございます、おはようございます、スロットはおはようございます、さあさあ、とりあえずバチバチがいいですね、うん、わからないぞ、あんまルパン、あ、待って、ちょっともう取られてるからここはい、おはようございます、さあ、何が入っているのか、確かに全然意味わかんないあれ、凱旋、あ、いたあの、バジリスクバジリスク打つの、絆を打つの確保しました、それぐらいしか打てないんで空いてるよ、いいのいいの、打たないでいいの、え、ノーがいいですかいやいや、好きなもんでいいよあれ、空いてねえんだ、じゃあこれにすっかな、前日5回の台、じゃあティアラブ大学第1戦アニメサークル入部の資格を勝ち取るために凱旋で行くよ、もうね台が空いてない、凱旋何台だろう、12台か、全部埋まってるね、ハーネスはまだ空いてるけど、まあ、今日は凱旋かな、今日はっていうかティアラブ学園の時も毎回凱旋打ってた気もするけどね、結構早いね、当たりね、やっぱりね、半分くらいの台はもうあっちゅう間に当たってるね、お、リプさん本日初のチャンス、いけるかな、あー惜しい、
惜しいな。アニメサークルがちょっと近づいたと思ったんだけどね。でもここで揃ったらさらに近づくね。一気に一気に近づく。ダメか。あ、なんかモードがぐいぐい上がってきてるよ。さらに中段リプレイ当たるんじゃないこれ。当たってもいいぐらいの固めっぷりはしたはず。チャンス役の固めっぷりは当たってもいいぐらいだよきっと。お、リップさん、あでもこれでねリプレイが揃う。あ、ばらけてるってことは、あ、やっぱそういうことだ。普通ね偶数揃うもんね。さあもう一回リプレイすれば当たるよ。当たりプラス G ストップだよ。行くよ。あ、これはいいんじゃないの。あー残念でした。でもまあ G ストップ入るからいいか。311ゲームで G ストップ。 G ストップ中にゴッド引いたらどうなんだろうね。見てみたい。7が揃うのかな。7が揃ってここでゴッドも揃ってるみたいな、合わせて10個みたいなことになるのかな。まあいいや、いくよ。1枚。あー弱いな。5はいいや、5は揃わなくていい。1枚。3。あー1がないからリーチ目出ない。7がある、7がある、7がある、7があるよ。2枚来た、2枚来た、2枚来た。あー7が出て2枚出たのに、7も S も鏡も止められないなんて。あ、でも毎回出てるね今回。鏡ビタ押しだ。 V 止まった。揃うよ結構ね、結構ね簡単 V は。わーい当たったよ。14,000円で V 揃いだから900枚だから、あ、もうまくった。あーでも7惜しかったな。あー惜しい。400枚いかないかな。あーいかない。でもだいぶ取れたね。393で今リプレイ2連してるから、次でリプレイ引くともしかしたら G ストップ当たるかもしれない。あ、引いた。もう一回引いたら G ストップだよ。 AT 終わった後に。あー残念。さあこれ入れてあと2発。お、いくかな G ストップ。ダメか。でもまだ3枚役連が続いてるから、あーここで終わり。
さあ、3セット目だよ。ここで予期せぬ V 揃いとかあったらいいな。ないよね。さあ、3セット目は5揃いのオリンポス。外れ。おお、これは関係ないよ。これはあの、この前のゲームの外れと関係ないからね。ゴッドか、ほら、ゴッドって言ったでしょ。ゴッド言ったでしょ。ゴッドじゃないこれ。いきまーす。えい、あー、全然違う。ワンリールでお願い。あー、しかも赤7でもない。そう、いいタイミングで来るよな。外れのね、次のゲームで来るのが一番びっくりするね。ほら、もう気持ちは奇数揃い、外れを引いたことによる奇数揃いに向いてるから、全くね、ああいう熱い演出が来ると思ってないわけで。これで G ストップでゲットした3発終わり。なんかこっそり乗ってたり。なんで？どうして？俺乗せてないよな。乗せてないはずなんだけどな。なんでだろう。嫌じゃないよ、もちろん。不思議でね、なんでだろうなってこと。やっぱあれですよね、オタクだからもちろんアニメ台打ちます。できればあのマリモさんにもアニメ台を打ってほしかったんですけれども、アニメサークルに入るためにお勉強してくれてるはずなんですけど、なぜか多分凱旋打てますね。アニメどこ行ったって感じなんですけど。何持ってるの？ほらよ。すごい、とっても見にくいんですけど。すごい近くなっちゃうんですけど。手を結びようと。はい、強制いいですよ。あ、熱い。ただ本当に私は普段スロットはあまり打たない人間なので、パチンコの方が得意です。あれはチャンス。あ、早い。
おお、当たりました。どこ行っちゃう。やめますよ。F35 ゲーム。あ、こっからですからね。さあさあさあ、誰で行きましょうか。おぼろさんで行きます。さあ、いない。あ、半月です。おぼろたー、かわいいよー、ありがとうございます。オッケー、いいですよ。一人目の諭吉でなんとか。さあ、人数4。カト、あ、流れてますね、曲。今気づきました。よかったよかった、ここは安心。ヤシマ丸が本当にイケメン。あの、玄之介よりも誰よりもヤシマ丸が好きです。さよならヤシマ丸。ありがとうございます。毛までは言わない。よしよし。テリー。おお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 お、ありがとうございます。いい感じですぞ。青同色、ありがとうございます。エアコン23倍。ゲームは乗せ、おー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 おお、だいぶ薄いとこ引いたっぽいですね。前半でこう飛ばしすぎると後半すごい勢いで失速するタイプなんで、今はいいんですけど、あとは怖いですよ。
曲。おお、はいはいはい。後が怖い。後が怖いな。狙います。お見事です。はい、ありがとう。スロットの収録自体が2回目なんですよ、今日で。でも本当普段あんまりですか、スロット詳しくないから説明があまりできないからずっと避けてきたんですけど、その初めての収録でもバジを打って、前半はすごい調子良かったんですけど、見事な失速っぷりを見せてしまい、まあ、負けたんですけど、今回はそうならないように頑張ります。約57枚。乗る乗る。もうね、7割方ね、入部決まったようなもんだ。いや、まだわからないですよ。まだわからない。まだわからないですよ。やっぱこんな油断しちゃダメ。油断大敵です。油断大敵ですか。目が気持ち悪いんだよ。気を抜かないで頑張ってください。わかりました、わかりました。こうか、じゃあ帰るんだ。やりますね。皆さんこんにちは、外国人スロッタートムです。今日のテアルブ学園青春白書編いかがだったでしょうか。楽しんでもらいましたか。そんな皆さんに大事なお知らせがあります。ケアラーブ学園の収録の際にですね、投稿した生徒さんたちにはこちらのポロライ写真をプレゼントします。投稿した際は必ずゲットしてください。それともう一つ、ティアラといえばそう、がむしゃら激闘 2days。 1日目に負けると野宿、2日目に負けると帰りが夜行バスになる超過酷な企画に富吉が挑戦しています。収録日は毎月2週目の同日に決行。富吉をぜひ応援しに来てください。さらにもう一つ、僕もコラムを書かせてもらっている月刊ティアラマガジンが毎月23日頃発行されます。内容は僕のコラムやライターさんの対談、最新機種情報など盛りだくさんになってますので、ぜひティアラにお越しの際手に取って見てみてください。それではまた来週のティアラブ学園お楽しみに。外国人スロッタートムでした。バイバイ。